に来年就職する、もう決まったの？そうなんですよ、はい。へえ、おめでとうございます。一応、うん、それは何、場所はどこなの？一応東京で。東京？はい。ここでだから一旦スーパー人間はぴったりの持ってきました。お休みというか区切りをつけてみたいなところ、うん、寂しいんですけど、うん、今日はもう集大成、今までの集大成を見せようと思うんですけど、うん、何だと思います？今日もう五感ほとんどやったと思うんですけど。やったな、もうだって残ってないぞ、はい。なんかその霊感みたいなこと？じゃあもう、あ、もう違うんです。今回は、うん、第六感をお披露させていただきたいと思います。第六感、うん、まあ、霊感と近いけど、まあ、近かったな、うん、第六感っていうと、第六感っていうのは、うん、どういうことができる？五感を全てこう極めた人間だけがこう感じる、こう、うん、で極めてないじゃん、感覚、六感にこう目覚めたんですけど。で極めてないじゃん、五感。じゃあもう本当に超能力レベルの。何で無視する？そうですね。あー、ついにそこまで行ったか。なんで2人で無視するの？後ろめたいのか。うん、で第5巻極めてないじゃん。第6巻っていうのが、その、いや、なんで無視する？危険を予測する。危険とか何かこう未来を予知するような感覚。これも人間には普通はこう手に入らないような。そう、予知能力みたいなのもあります。だって五感をクリアしてないのに無理でしょ、そんなの。それはさ、こう急にある日突然そう目覚めた瞬間はどんな感じだったのよ？その一番最後にやったのがこう嗅覚をこうトレーニングして、完全極めたって瞬間にこう何かがこう開いて自分の中で。そういう時あるんだね。へえ、ちょっとそれでもどうやって、でも我々はさ、はい、それをどうやって目撃できるわけ？今回その危険を予知しようというところで、うんうん、あの前回やったポン酢糸こんにゃくいくつか用意していただいて、うん、めんつゆの中に一つだけあのポン酢用意していただいて、はい、その中からこう予知して、うん、めんつゆだけを食べきります。なるほど、ポン酢こんにゃくを避けて、はい、行くってことね。はいはいはい、めんつゆが分かるってことね。なるほどね。じゃあ、うん、お願いします。よし行こう。第6巻でまだ1個目だからね、はい、うん、集中。じゃあ行かせていただきます。何にも邪魔してないからね。もう何も言われる筋合いはないからね。よし行こう、スーパー人間、うん、まず最初だからね、はい、うん、よく受かったな、こんなことしてる人が。勝者って今大変だよ、就職すんの、うん、分かりました。おう、うん、これです。それがめんつゆです。めんつゆ、はい、はいはい、どうした？これです。それなんか手かざすじゃん、はい、それどういう感じで来るわけ？例えばめんつゆのやつと、はい、ポン酢のはどう違うわけ？なんか危険なオーラがこう、うんうん、あるんです。危険なオーラが出るんだ、はい、ポン酢だと。ポン酢には、はいはい、じゃあ行こうよ、うん、はい、まずじゃあ、ね、うん、じゃあいきます、うん、はい。え、ちょっと待って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 、ちょっとスーパー人間一回置いて、置いて置いて置いて、おい、おい、スーパー人間一回置いて置いて、ちょっと待って、どうしたどうしたどうした今、どうしたどうしたどうした、ちょっと待ってください。え、今のな、はい、どうしたの、なんかブワーって言ったのは。どうした、これしたまま吸ったことがなくて、あ、呼吸ができなかったんです。なるほどなるほど。危な、一番酸っぱかったんじゃない、はい、酸っぱかったんじゃないの？違います違います。え、何だった？めんつゆでした。めんつゆだった？めっちゃ危なかったですよ。いや危ない、いや危ない、アウトだったの。むせてたから涙目になってるし。